独自票読み、自民総裁選、新次郎140、石場130、武地は麻生に、見殺し、にされる上川、河野の、票の行方は、はいよいよ、決着、の日が来る。9月27日投開票を迎える自民党総裁選も、秒読み、に入った。本次第予想、自民党総裁選、 誰が何秒取るのか本誌は、元朝日新聞政治部デスクの鮫島博史に総裁選の最終予想を依頼、最後に勝ち残るのは誰かを聞いた9月22日時点の最新予想。やはり小泉慎次郎氏、石橋茂氏、竹地沙奈氏の三つどもえでしょう。三人の中で慎次郎氏有利は変わりませんが、ここへ来て大きく失速している。 失速の理由は、第一に、解雇規制、緩和をめぐる瞑想です。選択的夫婦別姓の問題も、もともと自民党の多数派を占める保守層には評判が悪い。自民党内には世代交代への警戒感もある。これらの失策がなければ、新次郎氏が圧勝していたかもしれません。さらに、新次郎氏の背後に控える、大物、 の影もマイナスとなっているという。菅リスク、です。菅義偉前総理が新次郎支持を明言していますが、菅氏の影響力が強まることへの警戒感も党内にはある。同じように、新次郎氏をおすもり吉郎元総理の森リスク、や、裏金や旧統一協会との関係を疑われる前政調会長の萩生田光一、 リスクも失速の背景にあると思います。以上の分析から新次郎氏の獲得票数は、党員票70票、国会議員票70票の計140票が妥当でしょう。サメジマ氏、以下ドここで総裁選の仕組みを簡単にまとめておくと、党員票368票と国会議員票368票、 合計736票を投開票し、過半数に届けば当選、届かなければ上位2名の決戦投票となる。つまり、一番人気とされる小泉氏でも、過半数にははるか及ばないという予想だ。続いて、石橋の獲得予想は党員票100票、議員票30票の計130票と見る。 石橋は総裁選の討論会でも安定感がある。自民党内からも、やっぱり新次郎より石場の方がいいんじゃないかという声が聞こえてくる。ただ、旧安倍派や麻生太郎副総理に嫌われていることもあって、議員票が30票程度と伸びていない。意外に思われるかもしれませんが、 今後の不確定要因として国際情勢も考慮に入れる必要がある。ウクライナの戦闘が激化するとか、ロシアが報復するとか、緊迫してきた時に新次郎で大丈夫かという声が上がり、27日の投開票の直前に石橋が一気に優勢になる可能性もある。経済界、金融界で一番人気の高市市、そして今、 上げ潮、なのが高市さなえ氏だ。党員票90票、議員票30票の計120票が予想獲得票だ。高市氏は、経済界、金融界を対象にした調査では一番人気です。高市氏ならアベノミクスを継承して金融間は、財政出動などの政策を取り、株価も上昇すると期待しているわけです。 加えて、高市氏はもともと、安倍支持層には絶大な人気があります。この層はネットでの発信力も強く、新次郎氏のネガティブキャンペーンが広がっている。党員票では、石橋に迫る90票ぐらいいくでしょうね。その反面、議員票は伸び悩んでいる。支援者に、旧安倍派の中でも、杉田美代氏とか、極物系、 が目立ちます。旧安倍派の中枢である福田達夫氏などは小林鷹の候補に集まっている。もともと安倍派の母人衆、松野博和氏、高木剛氏,氏、西村康都氏,氏萩生田光一氏、世耕広重氏は高市氏をライバルとして警戒してきたこともある。高市氏は議員間のつながりも少ないので、 議員票はせいぜい30票でしょう。ここまでの話を振り返ると、新次郎氏140票、石橋130票、武智氏120票。まさに横一線の戦いだが、接戦になればなるほど、3人以外の候補者の動向が勝敗を左右する。第2集団の動向は、第1集団が新次郎氏、石橋、 タケチ氏とすれば、第2集団は小林隆之氏、林義正氏ですが、いずれも党員票は伸びていません。サメ島氏の第2集団の予想は、小林氏が合計70票、林氏が合計60票だという。小林氏は全国的な知名度はないので、党員票は20票ぐらい。議員票では、 50票と見て合計70票といったところでしょう。林氏は討論会での安定感を評価する声が結構あって、じわじわ票を伸ばしているが、やはり知名度がないので、党員票は20票ぐらい。ただ、林氏は意外と上り調子。高知会の議員に聞いても、ほとんど、岸田の時代は終わった、次は林だという声が多い。 議員票は40票ぐらいは集まる。党員票の20票と合わせて60票ぐらいは取ると予想します。麻生氏に、見殺し、にされる上川氏と河野氏。第三集団の動向も無視できない。上川陽子氏、茂木敏ト氏、河野太郎氏、加藤勝信氏が20から40票の回に沈んでいる。 上川氏は20人の推薦人を集めるにも苦労し、麻生派から9人、旧岸田派から5人回してもらったぐらい。討論会を見ても、明らかな準備不足が目立ちます。取り憑かれたように新しい景色をなんて言ってますが、女性初の総理を目指すのに、選択的夫婦別姓に賛成できないというのは論理矛盾です。 これも麻生氏の指示を得ているから、本音を言えないのでしょう。党員票20票、議員票20票、合わせて40票がせいぜいでしょう。模擬と市光氏も、上川氏と同数の40票という予想だ。模擬氏は不人気だから、党員投票は10票ぐらいでしょう。幹事長だから、票の貸し借りはあるだろうから少しは伸びる余地があるが、 あまりにも人気がない。党員票で10票、議員票の30票と合わせて40票ぐらいにとどまる。河野氏も苦しい戦いが続く。河野氏はもう政治生命の終わりでしょうね。マイナンバーとワクチン問題で、化けの皮、が剥がれてしまった。党員票10票程度、議員票25票で合計35票。 8位か9位に終わるでしょう。麻生氏が河野氏を押したのは、大量擁立で新次郎氏の圧勝を阻止する、分散作戦、でしたが、もう負けが確実な河野氏に麻生派の票を入れるメリットはなくなった。麻生さんは、第1回投票で河野氏支援に回した18人を上位3候補に投票させようと考えているのではないか。 これは上川氏も同様で、麻生氏が回した9人は第1回投票から上位候補に回す可能性があります。麻生氏は、河野氏と上川氏を見殺しにするんです。再開、加藤勝信氏の票の使い道。再開は、全く票が伸びていない加藤勝信氏だ。加藤氏は、最下位確定と言っていいと思います。 推薦20人の議員票と党員票3秒の23秒ぐらいでしょうか。ただ、加藤氏は菅氏の別動隊です。菅氏が加藤氏の持つ20票を第1回投票から、新次郎へ票を乗っけてくれと使うかもしれない。プライドの高い加藤氏が菅氏の要求を飲むかどうかわかりませんが、決選投票になれば、 こうした会候補の持つ票が、どの上位候補に動くかが焦点となる。小林氏の議員票50は、様々な思惑で集まっている票です。小林氏が、右向けと言っても右を向くとは限らない。これが決戦投票の草刈り場になるはずです。その一方、派閥がバックにある模擬氏や林氏が強いのは、 数十の基礎票を自分の一存で右から左に持っていけることです。この基礎票が決戦投票での取引材料になる。勝ち馬に乗ればポストを得られる。林氏、茂木氏は勝負では勝てなくても決戦投票の鍵を握れるわけです。自分が応援した上位候補が当選すれば見返りに閣僚ポストを得ることもできます。 サメ島氏は投票態度を決めかねている不動票の動向にも注目する。まだ投票先を決めていない議員票が約50。党員票が約30。こうした不動票が上位3人に集約されていくことになる。4位以下の候補に入れても指標になるのはわかっているから、 不動票は高市氏か石橋か小泉氏の誰かに入ることになるわけです。投開票まで残り数日、水面下での駆け引きが面白くなってきた。